今日は日本人にとって日の丸とは何かという話をさせていただきましょう皆様日照旗よくご存知のことと思います国家と国旗というのはですね、まあ、非常にこの相関関係があるんですねアメリカの国旗は t h e s t a r s p a n g o o d b a n e r という正常旗ですよねでアメリカの国家も t h e s t a r s p a n g o o d b a n e r して国家も国旗も 正常期というタイトルなわけですよ。まあ成城期って旗見たら正常期でわ分かりますけど、え、歌の方も正常期ですかと、以前や,や,やりましたけども、歌詞を見たら、旗がー旗めいてます。旗がー旗がーっていう、そういう歌詞でしたよね。とにかく、旗の話なわけですよ。だから当然そういうタイトルになるだろうなと思います。ちょっとアメリカの場合はね、国旗と国歌が同じ、え、常期という名称ですから、まあ分かりやすいという感じですけども、やっぱね、慶容と国歌 国家清掃というのは基本セットですから、よく大会とかでいろんな場面で国旗掲揚ってありますよね分かりやすいところで言うとオリンピックとかねワールドカップとか試合の時に国旗掲揚国家斉唱甲子園の時も国旗掲揚国家斉唱ありますよね。まあ、そんな風にしてですね、国旗 国家聖書。これセットで行われる場合が多いです。で、私たちが何気なくこう使っている目にする日本の国旗ですけども、そもそも国旗って何なんだなんでこの日の丸なのかで、日本人にとっての特別な意味合い。そんなこともですね、含めて、えー、解説をしていこうと思います。世界国がある以上、必ず国旗があるわけですね。まあ、日本はですね、日の丸自体の歴史は長いんですけれども、日の丸が 国旗ということで、法律に定められたのは国旗国家法ですからね。歴史が長いとはいえ、平成11年の段階で初めて法制化されたわけです。法制される前に国旗がなかったかと言ったらそうではなくて、法律にはなってなかったけれども、何が国旗かというね、具体的な法律にはなっていなかったけれども、みんな普通にこの日の丸をね、国旗として使ってたわけです。長い間。ですから、条文がなかったも、これ慣習法は成立してたんじゃないかというね。これがでですね国会で審議 された時に慣習、ね、法はすでに成立しているという主張が自民党の方からありましたですから意外と正式に国旗として条文で書かれたのはこの平成11年国旗国家法そこから正式になったということですねだから結局ですね国旗っって言って言も どの法律に書いてあるんだって言われちゃうわけです。日教祖あたりから。書いてねえじゃねえかって言われちゃうわけですね。それでね、実際には、ほな広島のね、セラ高校で、板挟みになって校長先生が自殺した事件があったわけです。それがきっかけとなって、これはもう、国旗とかねえなんていう、そんなつまんないやつのね、そういうのを封じるために、もうなったらもうちゃんと、もう法律作っちまうじゃねえかと。国旗はこれ、国家はこれ、そういうふうに、ちゃんと書いた法律を作ってまえと。 ということになりまして、特に広島県ではたくさんの教員がですね、この国旗形容問題、国家政唱問題ですね、そこで命を落としています。たくさんの人が命を落としたことの積み上げでもってですね、ようやくこの平成11年に募る思いがやっと形になりまして、国旗国家法がですね、制定されたということです。まあ国旗国家法というのは通称です。正式名称は国旗及び国家に関する法律という名称になっています。 それでですね、国旗とは何だろうかということですけどもやっぱり国がある以上国旗があるんですよね、その国を示すもの。 そして国旗がありますで国旗があって国将があってでそれぞれ市とか県とかあったらそれぞれ市の旗とか県の旗とかそういうシンボルマークになるものがあるわけですよねそういうやっぱりですね、えー、まあ記号として国があれば国旗があるということです。でやっぱりですね、まあ、国連加盟国だけでも190カ国以上ありますけどもいろいろな国旗がありますよ。例えば私これ手元に、ね、国国旗旗図鑑ってあるんですけどども、まあ、色とりどりのの世界の国旗が ですね、いっぱい並んでますわよく見るやつもあればですねあんまり見たことのないやつとかいろいろありますでですねもともと日本は国旗を使ってなかったんですねつまり国旗というものが必要だと思わなかったわけですよ日本は 長い間、鎖国をしてましたよね。江戸時代を通じて鎖国をしてました。鎖国をしている間は国旗ってあまり必要じゃないんですね。だって外国との付き合いがないから、例えば外国の船が日本に来ることもなかったわけです。日本の船が外国に行くこともなかった。ですから船を見て、国旗を見て、あ、この船はアメリカの船だな、などということを、 知ろうとすることともなかったんですねところが日本がペリーがやってきて外国を求められるその時にですね日本は強制的に外国との付き合いをさせられるわけなんですけどもそうするとよその外国の船が日本に来るどこの船ですかとだか国旗を見たら分かるわけですねで実際にはですね。 フェリー来航によって日本外国と付き合うことになって、まあ、和親条約ですがねそして通商条約まで行きますからね孝、まあ、明天皇が反対したのをですね飯直輔が全く無視して調印してしまったそこでいよいよ日本も国旗というものを作らなくてはいけなくなったわけですところがですね日本もフェリーが日本に来る前から知識はあったんですねというのは国旗図鑑を持ってたんですよ 日本はその江戸時代を通じて鎖国をしていたとはいえ長崎の出島とかでね中国それからオランダとは付き合いをしていましただからオランダ経由で外国の地図 図鑑みたいなものを入手していたんですね。そして、幕末ぐらいになると、ちょこ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 外国の船がちょっかいを出してくるようになったわけです。そこで、ペリーが来航した時には、三浦半島の一番南に城ヶ島ってあるんですけども、そこのアワビ漁をしていたね、漁師さんが、ペリーが来るその黒船を見て、あーって言ってですね、奉行所に通知するわけですよ。そしたら奉行所は、どんどん近づいてくる船を見て、すぐにこれは、 アメリカの船だということを認識します。というのは、彼らは彼らなりに世界国旗図鑑っていうのを持っていて。で、それを見て。 あ、あの旗はアメリカの船だっていう風うに分かって、それで奉行所がすぐ幕府の方に通達をするんですね。というようにですね、日本はもうそういう知識はありました。そして自分たちも実際に国旗というものを持たなくてはいけないとなったのが、まあ幕末だったわけなんです。武田つにやすチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。えー、動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。 え本家武田恒ねチャンネルでは毎週木曜日夜8時え、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。